4月13日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です。 パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日はこんにちは日本放送の飯田浩司です辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になっているのは、はいはい、飯田浩司さんが新しい、えー 何かネタをやっているのかいないのか <laughs> いやいやいやネタってどういうことですかモノマネってことですか <laughs> もちろん <laughs> いやいやいやそんなに新しいものっていうのはねなんかうわ二三週前ぐらいにこのツイッターの番組のタイムライン見てたら林外相もお願いしようみたいな音を言っていたって噂は聞きましたね林外務大臣なんか難しそうだよねなんかほら。 雲をつかむようなとか、ぬえぬ,ぬえのようなというかさ、うん、とっかかりがないというか、<laughs> 特徴がないというか、そうでもないのか、<laughs> うん、やっぱ、ものまねしようとすると、確かに難しいなというと、まあ、あんまり研究してないから、まだちょっとやってみたら、どんな感じ私が、ああ、ちょっと違うかな、<laughs> こんな感じの、まあ、少しあ眠そうな感じのおしゃべりをするう傾向があるような。連日、かんフジにクソ味噌叩かれて <laughs> <laughs> なるほど <laughs> 林さんのなんか別に飯田君が叩かれてるわけじゃないんだ<に>いやいやいやそうですよそうですよ勘違いないようになんかカッ書きでなんかセリフみたいのがあったらそれをうう <laughs> あなるほどねなかなかそういう目線でそうか新聞記事を読むんだ <laughs> <ー>なるほどねそれは気がつかなかった んかそういえばあの岸田総理の支持率も微妙なっていうか曖昧な支持率になってきて今落ちりゃ落ちたでさ <laughs>、はい、結構面白いしさ爆上げしてり爆上げしてるんでまたそれもネタになるんだけど今ぐらいのこの中途半端なさ <laughs> <laughs> まさに大平先生の目指した通用の,の楕円の数字が出てきてるということであろうと私は捉えております。大大平平って大平通る <laughs> いや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 え違います。声優界のレジェンドといえば大平徹だろう。<laughs> そこですか。<laughs> 違いますね。大 <laughs> 平徹は伊達くん、うん、田君の世代は大平徹知らないか。そうですね。あ知らないんだ、うん、大平徹というですねもうレジェンドの声優さんがあれあれ松山ケイさんも遠い目をして,て大平徹知りませんか。どなたの声を大平徹例えばですね呼ばれて飛び出てじゃ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 んは違ったっけど。 なんかあっちの低音であの今ものすごい勢いで二人してパソフンとにらってでもハクション大魔王のハクション大魔王やそうやっぱり呼ばれて飛び出てじゃリジャリジャリじゃんハクション大魔王役かーそんなあの手のねもぐろドーンドーンドーン私の名はもぐろ吹蔵これですかそれもさバレてしまいましたかドードーン できるじゃないかすいません名前と声がようやく一致しました大変失礼いたしました大平徹さんというですねまだ今ほど声優さんにスポットライトが当たっていない時代でもあの頃やっぱ大平徹という存在は特別でしたねもう一人やっぱり星飛雄馬の声をやっていたあの方あの方私とほとんど年が一緒なんですよそれがびっくりなのは私鉄板アトムとかさ えー、巨人の星とか小学校時代に見てたんだよ、はい、だけどあの星ヒューマの声をしてた彼は、はい、私とほとんど年が変わらないということは一体いくつの頃から声優やってたんだっていや実は私本人に聞いたことがあるんですでも私は若干古いぐらいでねでかだから私が小学校の時に中学校ぐらいだと思いますよだからあの時代って天才っていうのはまあでも当時はね、はい まだあの中学校卒業して集団就職で働きに来るという人たちがいましたから15歳を超えるとなんとなくあの社会人っぽいっていう雰囲気の時代ではあったんですよ昭和30年代ぐらいまでは。それでいうとあの全く話は違いますけどね最近の,あのいろんな統計見てていまだにこれかよと思うのはですね生産年齢人口って日本って15歳からカウントするんですよ。確かにそうですね生産年齢人口つまり 何人の働いてる人が何人の高齢者を支えてますっていう、うん、あの、はい、要するに一人の、えー、若者が一人の高齢者とか昔なら2.5人の若者で一人の高齢者とか時代に応じてこういう表がよく新聞に出てるじゃないですかあの時の要するに分母を支える側の数っていうのは15歳以上をカウントしてるわけですよ。今時さ 15歳以上を生産年齢人口で統計取るのおかしくないか,確かに、ね、だから集団就職で中卒でみんな働きに来てた時代と違うじゃないまあもちろん今でも、ね、いろんな事情で15歳から働フルタイムで働いてる人もいないとは言わないけれどもさ、はい、生産年齢人口ということで分母にとって全員働いてますっていうことにするような統計信用できるっていう,う確かにそうです 今生産年齢人口でいうと平均取ると20歳前後まあ高校卒業してもやっぱ半分ぐらいは大学に行きますからそうするとまあ平均取って20歳ぐらいがいいところじゃないかなと思いますよだから要するに新聞に出ている今あのこれだけ高齢者を支える現役世代が少なくなってますよっていうのの少なくなってますよっていうのはかなり水増しされた数字で実際はあれよりもっと少ないということですよ。ななかなかね 日本って社会制度を維持するのが非常に大変になっているということをもっと鮮明に現実を国民に伝えないと正しい判断なんか国民はできないんだけどもなんとなく15歳以上生産年齢人口で統計ができちゃってて見せられる数字はそうなんだけどいちいちその数字を見るときにいやこれは15歳以上働く人としてカウントしてるよなとかいうそういう目線で見ないじゃないですか。見ないですよね お通るからななんんでこの話になったんだだ <laughs> そうだあの <laughs> 巨人の星の星飛雄馬の声の声優さんが <laughs>、ね、ものすごく若くして働いていたから、ねはい、それでいうとね若くして働いていたでいうとですね私鮮明に、はい、これはねオンエアで言ってないんですけど。えー 今年一部出てるネットメディアと出してないネットメディアがあるんで別に私もここで具体名を挙げる必要もないしそういうリスクを地上波が負うべきではないと思うんだけどだから非常に曖昧にぼにぼかして言いますけれども子役で有名で今年慶応の法学部入った子がいるじゃんって。 足田さんの方じゃないですか。あ,<の>あ、そうそう、マラちゃんね。足立マラちゃん。はい、えー。まず誹謗中傷からしましょうか。いやちょっと誹謗中傷はやめてくださいよ。え、公共の電波ですからね。<笑><笑>あの誹謗中傷はですね。実はですね。えええええ、どうしました。私何年か前に愕然としたことがあるんですよ。愕然としましたか。私大学受験した1970年代後半って。はい。 まあ総計って今でも総計って一括りにする、まあ、総計通貨っ,ってね早稲田なんか一学年、うん、全学部合わせたら1万人ぐらいいますから<ー>言ってみりゃマンモス大学,大学なんですよ、はいね、国際的な大学ランキングでも決して高くないところにありますから<ー>まあ自分の母校を別にそんなに貶としめて言うことはないんですけども<ー>でもね私が大学を目指した時に。 やっぱり早、ね、慶の中でも学部2つは別格だったんですんまあもちろん慶応の医学部って理科系は特別ですよで早稲田も理工っていう、まあ理,はい、理科系は特別なんですが文系の学部でいうと、はい、当時早稲田の政経っていうのが断トツントツはい、はい、慶応は経済が断トツ慶応経済早稲田の整えー、その中で早慶を受ける人間の滑り止め学部っていうのが一つあってですね 当時ですよ。1970年代後半、はい、慶応の法学部だったんですよ。<ー>圧倒的に当時は偏差値が低かったんです。当時、あの早稲田の学生は慶応の法学部のことを何て言っていたかというと、はい、これあくまでも早稲田の学生が言ってた言葉ですよ。帝農、えー、大学は法学部お政治学科って言ってたんですよ。<laughs> っとあまあまあ大体ところが何年か前にですね大学の偏差値ランキングみたいなやつがあるじゃないですかあれ見ててびっくりしたのはね慶応の法学部がダントツトップになってて慶応でじゃあどこが一番入りやすいかなと思って調べたら経済が一番入りやすかったりなんかしてえっ 俺らの頃の経済一番難しかったってもう圧倒的に難しかったのに。 いや、だから四十年間で同じ大学の学部でも、こんなにイメージ変わるんだな。変化しますよ。法の政治学科は、特になんか政策提言だとか、そういう研究、結構いろんな先生がいてとかね。今ですか。う当時は何んすかって、帝農大学か、法学部、政治学科でとか、いうことじゃないからね。本当に。言いたいだけでしょう。ええ。早稲田を典型的、こう、そうそう、討問会の人ってないですか。そう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 。向こうはバカだバカだっていうしね。まあ、見た会の人たちはね。そうそう。 <laughs> バカだ大学ってい。ええ、大体どこの学生を見た会の方が人が多くいたりとかして。おかしいんだよ、向こう大体卒業生半分しかいないんだよ。<laughs> 確かに。そうなん。そう考える,とみんる。そうなんだよ。<laughs> いや、まあ、それでその足玉菜ちゃんなんです。<laughs> 何が、ね、何が驚いたかってね。<laughs> は,いはい、はい。 芦田愛菜ちゃんが日テレのドラマで子役やってた時って確かね年齢的には幼児の年齢なんですよ幼児はま,あもうまさに幼児の年齢でドラマやってるんですよその時に2000年代の初頭に番宣のために生放送の朝の番組で私がやってる番組のスタジオに来たんですよそこで本番前に会話したんですよ。 そしたらですね幼児ですよサイズは確実に幼児ですよね、大きさ身長もう佇まいよ幼児なのよだけど本番前にその幼児の足田真奈ちゃんと会話をしたら絶対中におばちゃん入ってる幼児との会話じゃないのよ大人びたねいや大人びたというよりもとてつもない知能指数だなこいつっていうのが最初の幼児の時の足田真奈ちゃんに会った時のイメージで だからあの多分ね常識では測れないぐらいの脳みそなんだと思うよ彼女は。おそれなのに帝王大学は法学防政治学科だ <laughs> 何度も言うんじゃないよ <laughs> 本当いに。今はなんかすごい圧倒的に偏差値高いらしい<や>驚いたねほんとに。 それだけです <laughs> 言いたかっただけなんですねまあ時代は流れてます,すまいろんなところ変わってますからね,ねは,いはいでは株と為替です、はい、<laughs> 東京株式市場日経平均株価5営業日続伸でありました昨日と比べ74円27銭高28156円97銭で取引を終えました、えー、昨日国内の小売各社が好決算を発表したことで投資家の心理が改善したということです為替は1ドル133 3 30円銭付近、昨日のこの時間と比べますと、50銭ほど円高となっておりますズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ、4時台は、リニア中央新幹線をめぐる、JR 東海の新社長が、静岡県知事と面会というニュースについて、で5時台は、流出したアメリカの機密文書にズームしていきます。 番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛抱さんのトークに関すること、ニュース、それから生活で感じること、何でも結構です。メールは ZOOM1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストのテーマ、お題は。天才足田愛菜ちゃんに捧げる曲。あ、シンプルですね。天才足田愛菜ちゃんに捧げる曲。丸森は除く。 ああ<ー>ダメですか。はい、なんか今日はね、足田マナさんにこの番組聞いていてて聞けてたらね。いやいや別に来るつもいやいや, <laughs> いや,いやイラッとされるれ。そうそうあの確実にどっかからクレーム来たような気がするんだわね。<laughs> <laughs> じゃあ足立マナさんにお送りする曲 <laughs> 選曲の理由も書いて <laughs> ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最新のニュースにズームします。 辛抱二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです防衛省は今日午前7時半ごろ北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しましたそして政府は全国瞬時警報システムジェ J アラートなどで 午前8時ごろ北海道周辺に落下するものとみられるとして警戒を呼びかけましたその後当該情報を確認したところ北海道及びその周辺への落下の可能性がなくなったことが確認されたので訂正すると発表しました気象庁は昨日に続いて西日本から北日本の広い範囲で高差を観測しました東京都心でも2年ぶりに観測しました 各地で視界が悪い状況が続く見込みで、水平方向で見通しがきく距離が5キロ未満となった場合は、交通への障害が発生する恐れがあるとして注意を呼びかけています。警視庁が暴力行為法違反の疑いなどで逮捕状を取った前参議院議員のガーシー容疑者の旅券が失効したことが分かりました。 執行は今月12日付で、ガーシー容疑者が滞在先のドバイの日本の総領事館に旅券の紛失届を提出したためです。対話型 AI チャット GPT を開発する新興企業オープン AI は、AI システムの脆弱性を報告したユーザーに最高2万ドルを提供すると発表しました。 札幌市が進める冬季オリンピック・パラリンピックの招致目標を、現在の2030年から先送りする案が浮上していることをめぐり、札幌市の秋元市長は、経済界からも招致目標をずらすように求める声が届いていると明かしました。秋元市は、今月の9日投開票の市長選挙で参戦を決めています。 牛丼チェーンの吉野家は、期間限定メニューとして去年販売した親子丼について、今年の春は販売を見送ると発表しました。鶏卵の供給不足のためです。東京都交通局によりますと、荒川区と足立区を結ぶ日暮里舎人ライナーは、昨日午後8時55分ごろ、停電の影響で全線で運転を見合わせました。 日暮里トネリライナーの運転の見合わせは今日の午前六時頃まで続き四日連続となりました今週日暮里トネリライナーの運転の見合わせが最初で最初にニュースで飛び込んできたときに、うん 日暮ト,、はい、トネリライナーって知らないなってボソっと言ったら、はい、えリスナーさんからツッコミを入れられて「ですねいや、ええ、飯田君がちゃんと説明してたことがあります」って言われて「ええ、聞いてなかったんですか?」とか言て「<laughs> <ー>聞いてねえよそんなもん」って聞いてねえよそんなもんいやいやいやあれ <laughs> 確かにあの事故調の報告書かなんかが上がってきた時にね、えー、そんな話をした覚えがな何やってるんですかこれ日暮里・リトネリライナーは何が起きてるの電、ね、電所の不具合で、えー、停電がという話 なんですけれども4日の連続でっていうのはねなかなか珍しい例でこれはねちょっと詳細は発表を持たないといけないところではあるんですけれども、ねだ,ねうん、だって、昨日だか一昨日だかではい、はい、この番組で言った時には夜のラッシュの時間帯ずっと止まってるみたいなことになってこれを通勤通学に使ってる皆さんは大迷惑だっただろうなと思います。えー、そのの一つ前でですす、うん、はい卵不足の話なんですが、うんえー さっき私超高級卵を誕生日祝いに番組から番組スタッフからいただきましてありがとうございます本当にえネットで調べたら1個100円でしたあ1個1000円でした1個1000円10個1万円どんな卵だよそれそれだけ美味しかったんでしょうねいや私のツイッターにですね写真その他佇まいわざわざ殻を割って中をお見せしているような写真も上げておりますけれども割ってしまうと 一緒なんですね。まあ玉はね、ちょっと色が濃いっちゃ濃いですけどね。なんかプルプルした感じが。食べたらですね。食べたら、私の舌ではわからないですね。いや、それはまあ一万じゃなくて十個で一万円と思うから、十個で一万円、十個で一万円ともう念じながら食べてますから、すごく美味しいような気はするんだけれども、わからない。 それにしても謎なのはですね今鶏の卵ものすごく値上げっていうかもう数がありませんと実際私毎日近所のスーパー覗くんですけどもあってもね10個で驚いたのは一昨日うちのスーパー覗いてみたら10個で499円のやつしか残ってなかったですで299円っていうのはね値札だけ置いてあるんですけどものはもうなくなってました昨日あたりも行ったらねないですものがだけどねおかしいのはですよ ま鳥インフルエンザの影響ってよく言われるじゃないですか鳥インフルエンザで殺処分された鶏って日本全部の鶏の中でだいたい1割ぐらいなんですよね。だけど今のスーパーの無くなり方とか値段の上がり方って1割じゃないじゃないですか物不足とか値段の急上昇ってのはこうやって起きるんだなっていうそれをなんか目の当たりにしてる感じがいたしますけどそれとプラスですねもう一つ大きな要因があって 円安で日本のニワトリが食べてる餌はほとんどがアメリカのトウモロコシなんです、はい、でアメリカインフレで円安だから輸入の餌がものすごく高くなる、はい、そうすると何が起きるかというと養鶏業者としては効率を上げなきゃいけないで効率を上げるにはどうしたらいいかっていうと同じだけの量の餌を食べて同じ個数だから同じだけの餌を食べて10個 卵を産むニワトリと5個しか卵を産まないニワトリだとやっぱねあのやっぱ一定年齢、まあ、人間の年齢とは換算できませんけど、はい、一定年齢の,あの要するに卵をたくさん産むニワトリっていうのとそれがだんだんこう年取ってきて卵を産む速度が落ちてくるニワトリそうするとね経済効率考えた時に。 そっちのあの卵をあんまり産まなくなっちゃったやつは餌食わしておいても採算取れないんでインフルエンザとは別の理由でそういう高齢の鶏の殺処分が行われてて急激に今養鶏場は自分のところの養鶏場の採算を考えた時に鶏の入れ替えをやるんだけどそう簡単にすぐに入れ替えができなくてタイムラグが生じるんでだから鳥インフルエンザだけの影響で実は今卵不足と値段の急上昇が起きてるわけではないと。 だから何が言いたいかというとですね鳥インフルエンザ自体は季節がありますから、はい、春先終わると急激に、まあ、あのリスクは下がっていくんだけれどもそれが急激に下がっていったからといってすぐに卵の供給と値段が元通りになるかというと、はい、残念ながらそういうもんではなさそうだと。うんうんそう 今、ね、おっしゃったそのコスト高の部分があるからじゃあ、新しく鳥を入れようかっていうところでいやでもコストかかっちゃうから入れられないよねという養鶏業者さんもいたりなんかしてそうするとさらに供給絞られちゃうという。 すい<え>いちゃうって話があるみたいです、ね、全く関係のない余談で一つ思い出しましたけど<い>あのニワトリというのはかわいそうでですねあひよこさんってのはかわいそうでですよ、うん、メスは卵を産むんで重宝されるんですがオスってですね餌食うばっかりでまあもう、うん、要するに卵を産ますニワトリとしては。 オスは価値がないわけですよ。まあ、かわいそうに雄はですね。のそのかわいそうな雄はどこに生かされるかというとですね。うん、ひよこ釣り生かされたりなんか。昔はその縁日とかね。ね、縁日ね。うん、最近はもう、あの生き物は縁日からだんだん。はい、金魚すくいですら風前の灯火みたいなところが。ありますから。いや、そうすると。 それもさっきの効率ですけれども、うん、ある程度大きくなってくるとオスかメスかは簡単に見分けがつくんですがヒヨコの段階でオスメスの見分けというのが大変困難、うん、なんか難しいいって言いますよねヒヨコのお尻ひっくり返してオスメス判定するっていうの,のの技術がむっちゃ大変だというのは私子どもの頃にいろんなところで読んだり聞かされたりしたんですがそれから40年も経ってますからなんか今はなんかもっと新しい方法があるのかな。 ねえなかの、なんか一瞬で DNA 鑑定するとか、えー、なんかそういうので、オスメスの判定みたいな。いま、えー、だに、あのう、ひのお尻ひっくり返して、お尻見てやってんだろうか。<laughs> いや、でも、ひよ鑑定士っていうね、お仕事はいまだに存在しますもんね。うん、そうですか。えー、いや、おかしいな、今日、あのう、ジ <laughs> アラートの話しようと思ったら、時間が。あれ、ひよの話で時間が来てしまいました。あ、ね、ちょどやりますか。はい 毎回こんなんなんだよね。毎回こんなんですよ。嘘。<laughs> そうですよ。今,す今日だけです。今日、今日しか聞いてない人もいるかもしれないじゃないですか。<や>今日だけです。<然>いつもはちゃんとやってます。 4月13日木曜日時刻は午後4時3分を回っています東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と増山さやかと飯田浩二の3人でお送りしておりますはいご意見いただいております,りうますどうもありがとうございます,いま,すまずはですね神奈川県川崎市46歳の栗ちゃんさんからいただきました私は全盲の視覚障害者です 先週発売された飯田さん朗読の風のことは風にとえ太平洋往復横断機のオーディオブック購入いたしましたあ,ありがとうございます去年6月2日のズームそこまでゆうかで飯田さんが朗読したこの本をヒロさんへプレゼントされたと聞いて私も聞ける機会があったらなと思っていたのでとても嬉しかったですトータル長時間となった朗読作成本当にお疲れ様でした 朗読ボランティアの全部でどのぐらいの時間なんですか全部でどのくらいみんなが首をかげています2時間かけるね五日か六日ぐらいかけて撮ってで編集してどうですかね一章一時間はいかないぐらいああそれでも結構な長さですねうんへーへー でね、朗読ボランティアの朗読とはまた違ったそしてオンエアのマイク前の飯田さんの雰囲気とはまた違った落ち着きと、うん、良い意味での重みのある朗読に聞き入ってしまいました。ありがとうございます飯田さんの朗読ペースは一杯飲みながらじっくりと 聞いていたいですね。ラジオパークでお会いできること楽しみにしています。あ、ありがとうございます。ね、気をつけて、お越しください。朗読ボランティアっていうのも、まあ、いや、まあ、私も、まあ、アナウンサーは十年ぐらいでクビになってますけど。まあ、こんな、そんな仕事をしてましたから、まあ、暇の時に朗読ボランティアでもやるかなと、こちょっと思ったことがあったんですが。いろいろ、こう、聞いてみるとですね。あの、難しいらしいですね、あれ。難しいですよ要するに。 感情を込めてっていうのはダメなんですよね、はいはい、だから淡々と読まなきゃいけないただ我々の仕事してると感情を込めて読むっていうのにむしろ慣れちゃってるんで,で、ね、ここから感情を抜いて 本を読むっっててそううう簡単ではなないいだろうなっていう感情はもう聞いている方が自由に想像してくださいっていう意味でね私たちはこう淡々と読むっていうねそういう意味ではこの「風のことは風に問えば」はもともとそ,のそういう朗読ボランティアのつもりで全然委託はんで読んでないはずなのでそうですねどっちかっていうと多分感情入っちゃってるなと今思えばあだからもうほと。んんどどど大平徹さんですよ <laughs> 抜きだなそれは。端的に端的に。的に <laughs> あそうです、ね。<laughs> ありがとうございました。こちらの方も愛知県のゴルラブさん。<laughs> 初めてメールをさせていただきます。シングルマザーでフルタイムで働きながら子育てをしているので、心、まあ、様です。ね、あのただね大変だとは思いますけどね。うん、あの私の人生の経験から言わせていただくとですね。うん、確かに子育てしてる間大変なんだけど、はい、後で人生ね振り返った時に。うん 一生の中で一番楽しかったのはどの時期かと言われたら多分子育てしている時の時期だと思います。まあ結構大変だとは思いますけれども必ずあのあの頃よかったなという気持ちになるはずなので楽ししんで子育てしてください、うんねね、この方は車の運転中に聞くことが多く<ー>小学生。 四年生の息子もほぼ一緒に聞いていますで、オーディブルは以前から愛用していて家事をしながら聞けるのでとても重宝していますしんさんの本をオーディブルで聞けることがあまりにも嬉しくて風のことは風に聞け聞いちゃおうかなとルンルンで独り言を言ったところ小四の息子に、うん、風のことは風に問えだよとててう素晴らしい <laughs> すごい私ですら時々間違うのにう、ね、著者ですら間違えますからねこのお子さんは偉い<ー>すごいな増山さん並みの その注意力ですねそ,れはうそうでですすよちゃんとしっっかりお聞きくださってるんですねいろいろなね知識を楽しく得ることができる番組「1人になってもよいので息子が成人になるまで頑張って続けてください」小学校4年生のお子さん成人になるまでちょっと頑張らないとあと10年ちょっとですか、うんはい、あまあ生きてるかどうかが問題ですけどねいやいや何よそれはもうそればかりはもう神様が大きめになることですから「<あー> <laughs> か神様」っつうたって私に今もう何回も言ってますけど「えー。様、えー」えー 大阪の家では、はいえー、旧約聖書<ー>東京の家では新約聖書、はいえー、時々コーラン、はい、コーランがですね私が読んでるやつがものすごく安い値段で手に入れた <laughs> あの電子ブックなもんですから <laughs> 日本語がむちゃくちゃでですね <laughs> <laughs> 意味わかんないんですよ。<laughs> <ん>本当に ええ、でも、今そのコーラン読んで、新約聖書、旧約聖書を読むとですね。はい、うん、やっぱり一神教の神は厳しいですね。おお<ー>。<laughs> はい、まあ、いいや。どうしました。一神教の神は厳しいな。 あの新約聖書になるとキリスト以降のキリストはですね、はい、やっぱ右の方を打たれたら左の方を出せとかですね、はい、結構そういう話なんですが旧約聖書の方の「主」というね、はい「主」はですねやたらねなんかあいつ殺せとかこいつ殺せとかみたいな話になってうい,うい,いや結構厳しいなユダヤ教の主はみたいな。 はい、そんなことを考えながら<ー>すいませんあの私別にあの宗,教宗教に関しては素人なもんですから信仰してらっしゃる方は怒るのやめてください。 勉強中です。毎日、はい、毎日,毎日、ねえー、寝る前に勉強しています。さあ番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、今日もまだまだお待ちしております。メールで送ってくださる方、zoom、ズ o ムアットマーク、一、二、四、二、ドットコム、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎。ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト。お題は。 天才足田真奈さんに捧げる曲をお待ちしております丸森は除くということでお願いいたします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらですリニア中央新幹線をめぐる めぐり JR 東海の新社長が静岡県知事と面会今月1日に就任した JR 東海の庭社長が昨日静岡県庁を訪れ川勝静岡県知事と面会しました就任の挨拶のための訪問でおよそ30分間意見交換をしました面談は非公開で行われましたが終了後庭社長は記者団に対し リニア中央新幹線の静岡航空については地域の方々と丁寧に誠心誠意双方向のコミュニケーションを取ることで懸念を解消していきたいと申し上げ早期着工への理解と協力を求めたと話しました一方、川勝知事は静岡航空は科学的・工学的にきっちりと議論していくことを再確認したと述べておりますさ これについてはですね、はいえー、鉄道マニアの井田君にいろいろ解説をしてもらうと思うんですけど何が起きてんだ要するにいやまあこれ端的にというかねその大井川の大井川というまあ大きな川が、うん、まあ静岡特にね静岡市のあたりをこう流れているというこの川のちょうどその源流に当たる部分がですね、えー うん、ちょうどリニアンのトンネルが通る辺りとかぶってくるんだと、はいでえー、この大井川の水の量が減ったりなんかをすると流域、特に下流域にあたる静岡市の方々など、まあ、静岡県民に影響が大きく出るということで、まあ、静岡県としては懸念を示しているとで、えー、工事をしてトンネルを掘ると、まあ、そこにあった地下水などがこう出ていってしまってじゃあそれがどうなるんだとそれをきっちり戻しますからと、まあ、工事を工夫しますということを ちらの穴掘ると地下水が流出するっていうことは事実なの、間違いなく流出するの。出、まあ、水はあるだろうけれども、全体の流量にはさほど影響ないんじゃないかというようなあこともあるん大体大井川って、そこの、はい、要するにトンネル掘るところの地下の伏流水だけでできているものなのかなというわけでは、まだ水にも色がついてないですからね、まあ、それこそ静岡に降った雨が静岡で出るっていうのもあるし、山梨側に降った雨が静岡に出るっていうのもあるし、また逆もしかりだと。 ようなところもあるんで。つまり掘って何が起きるかは、はい、わからないわけだ。わ、うん、からないからまあいや論争が生じる余地が生まれると、はい、いうことだわね。まああの辺もなかなか高地層が結構ね。いやだけどそんなこと言ったらさ、はい、あのその地図を見ると、はい、確かにあのリニア新幹線ってあれ出発点どこ？ 東京側は品川駅の大震度地下だと品川駅の大震度地下大震度地下大震度地下って大きく深い数のこれ私が民法を習った時にはですね所有権は地上および地下に及ぶっていうふうに書いてあったわけですよ所有権は地上および地下に及ぶつまり土地を買うとね 地球の反対側まで俺の土地だってこう言えるわけですよ <laughs> です。深に泳ぐだからね。<laughs> そうすると理論的にはいや地下2だってそんな地下何キロ何百メートルも深いところに。 あの所有権主張上にいる上の土地の表面の所有権を持っている人がそんな地下の所有権を主張したってその人にとってメリットない逆に今も技術が発展してきて地下深いところをこう穴掘る技術もだいぶ発展してきてるんだったらその地下に関して言うとその所有権民法における所有権の及ぶ範囲を制限しちゃおうと。 うん、深く一定以上の深さ何メーター40メーターぐらいかなまあなんかその一定の深さ以上は所有権を及ばないと昔はここの土地の上と下は俺のもんなんだから俺の上は飛行機飛ぶなとかねそういうあの変なおやじとか出てくる4時前この人は地球の裏がブラジルまで俺の土地なんだから俺の, <laughs> 俺の家の下勝手に穴掘るなとかっていうそういうおやじがいるとですね <laughs>、はい、トンネル工事なんかできなかったんだけどいやそれはちょっとまずいだろうということで。ええ 40メートルより,深り大震度つまり大震度地下、つまりその民法の所有権の及ばないところに関して言うと地上の表面誰が持ってても関係ないよということで、えー、まあだから今、品川の場合は上の土地、誰が所有権があるかにかかわらずその深いところを掘っちゃうっていう。はいそうです そんなことが簡単にできるんならさおい、ええ、ちょっと日本中の地下に穴掘って俺のものにしようかな <laughs> いや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 ,いや <laughs> そうはいかないのいそ,うはそ,うはそうは言ってもまずあの都道府県とねあとこ国交省または都道府県の認可が必要だしあ,そうあとあのそうは言ってもの地下鉄の電車どこから入れるかの話なんです、ね、な,なんだったら俺のさ住んでる大阪の家の下からさ韓国までチクッと寝るぼっちゃうよ <laughs> 微妙に別の意味でちょっとーーそうどっかから穴は一旦たらす気がなんないからい JR 東海も苦労してるんですよ品川駅の駅前で JR 東海のとってそんなに大きくないんで新幹線の駅とその周りぐらいの通るしかないんでそのそ細いところから掘ってそ,、ね、その細いところから、えー、土を上げてくるわけだそれ大変なんですよ結構なるほどねそんなことをできる会社っていうのはそう多くないからどうするっていうのがねまたあの別の問題で何、えー、だなんだっちゅう話 で、特捜が動いたりとかね、公取<ー>が動いたりもしましたけど、ね。まあ、できる企業が限られてるんなら、そこに、あの、発注するしかないわけだけど。うん、こういう公共的色彩の強いものに関していうと、とでも、民間企業がやってるでしょ、今回は。そうなんです。そこがちょっとややこしいところでさ、で今回、あの、もともと。 JR 東海が始めた時に、はい、とにかくもうあの国とか行政にいちゃもんつけられたくないから、はい、もうこれあの民間のうちの金で全部作るからって<う> JR 東海でその代わうちの金で全部作るから、はい、新幹線の値段は確かにあの、えー、JR 東海に関して言うとむっちゃ儲かってるよねって。 儲かってるから当然あの値段下げろとかって皆さんおっしゃいますけども、うん、そのお金でリニアの新幹線というのはうちの責任で作るから、うん、まあこれがあの新幹線の値段は適切ですっていうそういう確か言い分だったよね。そう,ううん、そうだけどリニアできないんだったら詐欺じゃないか。いや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 詐欺言うな。<laughs> そうですよ。JR 東海がやってるんですからできてるっていうできてできて,きて一生懸命やろうとはしてる。そうそうで実際あの静岡航空以外のところはこう結構手をつけていて。質問質問はい,はい。 これもちょっ伊田君に聞いても分からないと思うんだけど今回、静岡航空そうやって問題になってるよねだけどこの私は目の前にあるですねリニア新幹線の地図を見ると静岡ってほんのちょっとでその両側で山梨であるとかそれから長野を通るてですけ。静岡ってほんのちょっとでだったら今回揉めてるような話が他の都道府県でも出てきてもおかしくないと思うんだよね。つまり掘ったらら何が起きるかかないいととうこに うとどこだって同じで、はいええ、静岡は一番そのそ今言った県の中では長さが短いわけで影響が一番少なからうと思うんだけどもっとたくさん通ってるところではそういう話にならなくてどうして静岡だけそういう話になってんのいやーまあ端的に言えばですね他の県には駅があるんですようん全部駅はそれはメリットですかステーションですか ああえとステーションの方です、まあ、ステーションだからこそ駅、えー、メリットにつながるっていう意味もありますがなるほど両方かけていってるわけですねいやいやいや今かけたわけじゃないですよ。<laughs> ステーションだと思っていったらそうだ2のエリがあったと思って焦ったぐらいですから。<laughs> あそうですかいやでもそうなんですよ静岡のところはものすごく短いんでここにしかもあのそこステーション作ろういい <laughs> いやいやいや,いや 大変なんですよあのね静岡航空のトンネル担当をするっていう,こう転勤になる直前に知り合いがいて話聞いたんですけどほうほうもう「伊さん、まあ、今から10年ぐらい前の話なんですね」ええいやさ あの、あそこ、多分僕、赴任したら、携帯一切繋がらなくなりますから。え今、日本でも、そんなところあるの。いや、もうね、安全な地方。そうじゃ。日本中で、携帯の電波が繋がらないところぐらい。いくらでもあるぞ。そのぐらいね、すごい山深いところで。俺の、山の家が、ついこの間まで繋がらなかったんだから。知らんがな。それは、なんか、適当に。つまり。静岡を、まあ、リニア新幹線は一部通る、路線図見ると通ることになってるけれども。 そこにたとえ駅を作ったとしても、ええ、静岡の人がそのリニア新幹線を使いその駅まで行くっていうようなことが常識的には考えられないような場所を通るわけだそうですねまあだって川の水源地ですからねあ<ー>じゃあこうしようはいこうしよう、えー、じゃあ飯田君あの静岡県知事役をやってくれ、ええ <laughs>

まあそれであればまあただね静岡といってもだ静岡には駅はたくさんあるけれども我が県として止めて欲しいところが他にもあるんですよどこ静岡駅から少し行ったところのまちょうどトンネルの辺りなんですけれども。 空港で我々としてよしこうしましょう<い>知事こうしましょう、えー、東海道新幹線に新たに静岡空港駅っていうのを作ってここに望みをと止めちゃいましょう本当にやってくれるんです、ね、いやそんなもん <laughs> そんなもん まあ、あの、これがですね、これややこしいんですよ。これ口約束も契約として成立するんですね、<あ>民法上、はい。これ法学部で一番最初に習うんですけども、えー、なんかほらいや、口約束だからって言って。うん、あの、結構、何でも、ヘロヘロ約束する人世の中にいるじゃないですか、うん、これ非常に危険なんです。えー、で、口約束が、あの、あまり、あの、有効だと思われていないのは。証拠がないので、はい、後で言った言わないところがですね。はい、まあ、口約束だし、多分、もう、こんなもん、もう、言ったって。 契約として成立しねえからと思ってうっかり何か言っちゃうと相手がねそれを狙っていて録音かなんかしてて証拠つかまれた日にはあの今の法律制度上日本の法律制度上口約約束も契約は有効なんですよだから証拠取られちゃうとそれであのうっかりそのやるつもりもないのになんか言っちゃったっていういやいやあれはちょっとさ話のついでで言っちゃったんでそれってそれ聞かないんです<ー>これ証拠残ってるじゃないか 作ってくれるよなって、はい、<ー>どうなんですかそんな話にはならないですか、ね、これは飯田君戻っていただいて <laughs> <laughs> いやあのー、まあいろいろねあのー、要素がある中でそういうこうファクター,あー新幹線が だって望みはほとんど飛ばされちゃうでしょという話とか、えー、せっかくだったら空港とのアクセスよくしてくれよとか、まあ、そういう,こう思惑っていうのもあるやに、まあ、ただそれは表にはまだ、ねえー、何か文書になるようなものではないですけどいやじゃあここでですよ、はいはい、これはですね、はいはい、誰の立場で突っ込もうかな,、はい、なか JR 東海交渉担当者今、交渉担当者としてはそういう文句はつけないだろうと思いますけどそれは旗で見ているどっちでもいいと思っているたちの悪いマスク 君の立場で言いますけど、<laughs> 知事、あのね、はい、そんなことで、はい、えー、その今工事ができていない静岡の航空を再開する。 まあ、あの知事、おっしゃいましたよね、あのえー、要するに静岡空港駅を作って、そこに望みを止めてくれたら、あの工事をさせてやってもいいみたいな、それって今言ってる理由と全然整合しないじゃないですか、今言ってるのは、要するに大井川の水の問題でしょ、し大井川の水をなんですか、知事は、えー、空港駅建設と引き換えるわけですか、それ言ってること全然違うじゃないですかって言うよね、きっと。まあそうです いや本来ですねあのこの水の問題というのはまあ県民の命に関わるちょっと待って今今知事に戻ったどっちがはっきりしたのか今自分はその飯田康二の役なのか静岡県知事の立場で喋ってるのかそこははっきりしてもらわないとこれ今一瞬知事が入りましたね一瞬知事が入った知事だとするとですよだから水の問題は水の問題として非常に大事な問題ですで一方で今回のこの JR 東海の社長及び会 会長との面談というのは広く静岡県について一市企業のそして大きな企業の方とどうやってこの県を盛り上げていくかというところのお話も当然したわけです。その中には今ある 東海道新幹線をどう地域の振興に使うかという話も当然ながら出るわけで、三十分間の間でどこまで話せんとしている間に時間来ちゃたいうります。今日なんかにちょっと早く終わらなきゃいけないのというところであろうとで、ちょっと早めですね。と,まあ、とにかくこれ架空の小芝居に引き続き、それで結局飯田高次君に聞きますけど <laughs> すどうなりそうなのこれ。<laughs> いやどうなりそうってねまだ時間はかかりそうだなっていうのが、あの名古屋から先大阪に至るところの環境<か>。二千二十七年あの名古屋まで開業 もう絶望的その後2045年大阪まで開業っていうのがあるんですがか、えー、だからそこの部分のアセスメントをまず見送りというニュースがててつまり2045年までのリニアの大阪まで開通なんて全く今はもうこの数字で出てる絵空ごとの典型みたいな感じの数字いやー 何なんでそんなにいい雰囲気ないもんね。五年は難。しい厳しいかもまあまず二十一年が難しいんじゃないかな。ああなるほどね。だいたいもうその頃になったらさ、車が空飛んでるし、いらねんじゃね？いやいやいや、そういうわけには夢じゃないですからリミア。おしまいにしたいと思いますた。ズームでした。ズー。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト・ YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局。日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から、毎日、生放送でお送りしています。 番組は、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。 アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。 四月十三日木曜日、時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。こんにちは、日本放送の増山さやかです。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。さあ、この時間はズームをミュージックリクエストをご紹介してまいります。はい,はい。今日のお題は天才芦田愛菜さんに捧げる曲。丸森は除くということです。はい、まずは四十二歳男性日野市のハイパーチョモランマダセンさん。 芦田愛菜さんの「素敵な日曜日」をお願いします。 うん、これはマナ、ま、ちゃんのソロデビュー曲ですが<え>ミ,ュミュージックビデオはまさに大人が喜ぶことがよくわかっている天才芦田愛菜ちゃんの才能がいかんなく発揮されて仕草やダンスにかわいいですとできっと辛坊さんのおっしゃる,る中におばさんが入っているという意味もこういうところにあるんだと思います、ね。デビューーししてたんんんだ歳の時ららいですね,<ー>これねそれからラジオネームうちゃんさん アドの私は最強を捧げます。ね愛菜ちゃんは本当に最強勉強もできてテレビでもいつもしっかりした対応です素敵すぎですと静岡県伊東市58歳男性のんちゃん芦田愛菜さん本当に頭がいいんでしょうね出演中の、えー、CM に引っ掛けてアニメ「天才バカボン」の主題歌をお願いします。 うん出てますね、<laughs> コマーシャルに、ね。<ー>関係ねっちゃ関係ない <laughs> 関係なくもないのか。はい、それから八王子市の奈落さん五十九歳はですね、天才足玉なに送る曲ともなれば。 やはり同じ天才子役でもありながら、ダブルミリオン二百六十万枚を売り上げた。彼の曲しかないでしょう。役 <laughs> 違う、違う、違う、子役の方はういてない、子役じゃない。あの皆川治さん、黒猫のたん。あ、それも違う。これ,、ね、れも違う。<laughs> 全部違うじゃないか。<laughs> そうですよあとは愛知県の愛知の a ー六十一助さんは。 えー、天芦田愛菜ちゃんに捧げる曲は以前愛菜、ま、ちゃんがテレビのバラエティで見事に踊ったからのゴーゴーサマーをリクエストします辛、えー、坊さんのような鬼の司会者から「確かこの曲を踊れたよね」と振られ「<laughs> えー、ちょっと困ります少しくらいなら踊れるかも」と言いながらも前に出て見事に踊りきりました。やっぱりこの子は違うなとと感じたと あとは神奈川県の増美さん60歳才能にあふれた素晴らしい女性ですのですでにたくさんの良いものをお持ちですこれからもご自分が良いと思う道を選んでいただけたらと思いますということでビリージョエルマイラー,あー,ーフランクシナトラのマイウェイかと思った <laughs> その文脈なら <laughs> <ー>違いましたねはい、ズンボンミュージックリクエスト<い>本日はうん。 皆川さむ黒猫の単語黒猫の単語はい犬細子役つながりね違います違うって左ボクセルですからさ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしております。辛抱祭の質問も送ってください。メールは ZOOMZOOM at m a r 一二四二ドットコムでご意見お待ちしております。 辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。流出したアメリカの機密文書で判明、セルビアがウクライナへの武器供与に合意。 ロイター通信によりますとロシアへの制裁発動を拒否しているセルビアがウクライナに武器を供与することに同意もしくはすでに武器を供与していることが流出したアメリカの機密文書によって判明しましたほか、えーまあ、にもエジプトがあロシアに対して、まあ、あロケット弾だとかを提供するために生産するよう部下に命じたなんていう、ね、いいことが出てきたりとかいろんなことが出てきておりますが。 これめちゃめちゃ深刻な話ですよ何が深刻かというとですね流出元がはっきり特定されて今後こういうことがないということが関係者が確証が持てない限り情報の共有ができなくなりますからね。はい、だらウクライナはアメリカの情報に基づいて いろいろロシアに対して反撃をしているというのはもう明らかで、えー、だから、この間あのちょっと小競り合いみたいなことになっていて、えー、アメリカの無人機をロシアの戦闘機が結果的に見ると落としちゃったと。うん、なんかあの前ガソリンみたいな石燃料も航空燃料みたいなやつを撒いて。はい えー、あの航行不能というかおそ、まあ、らく多分無人機の持ってるカメラを使えなくしようというような嫌がらせをしてたら弾みで当たっちゃったっていうのが事実みたいなもんらしいですけど<ー>とりあえずアメリカの偵察無人機をロシアの戦闘機が、まあ、撃墜した形になっちゃって<ー>そのぐらいやっぱり情報戦になっててアメリカの無人機がクリミア半島の南ぐらいで何を。 情報を集めていいたかというとう当然のことながらクリミア半島からウクライナ東部に展開するロシア軍の情報を集めていてこういう情報をあの正面切って提供してるとは言わないんだけれども,もう当然のことながらウクライナに提供してその提供された情報をもとにウクライナは。 戦争をどういうふうに戦うかというせーの戦略を立ててでこういう戦略にはこのぐらいの武器がこうやって必要だからって言って当然交渉に入ってえ水面下でアメリカとやり取りをするとところが今回のことでですねアメリカとやっていたやり取りみたいなものが全部出る可能性があるで今回えおそらく誰が流したかわからないんだけどいろんなところの情報を総合するとおそらく。 ロシアがハッキング等で盗み出したんじゃなくてものすごい古典的なやり方でその情報を持ってるアメリカの限られた人間が意図的に情報を流すとその情報もデジタル上で流したんじゃなくて、はい、100ページくらいの紙の文章を、まあ、撮影させたらしい。 昔のスパイ映画みたいだよ、ね、本当で、ね、私はあの昔ミノックスっていうドイツ製のスパイカメラみたいなやつがあってですねこれが1 6ミリフィルムっていう普通あのカメラって3 5ミリフィルムってフィルムの幅が 35mm、ね、基本的にはこれが標準なんですよカメラのフィルムって。これがですねスパイカメラって1 6ミリって言って 16mm の映画に使うような幅の。 うん、フィルムががあるんですがん、はい、この,あの撮影用の映画に使うようなフィルムを、はい、カメラの中に入れて。 タバコの箱を半分に切ったぐらいの大きさのカメラなんですね。で、昔のスパイはこれを持って行って <laughs>、いろんなところに忍び込んで、文章をこう、カシャカシャ取ってですね、それを持って帰って、現像してっていう、それが昔のスパイ、今のスパイ、そんなことしませんよ。<laughs> 今のスパイはもう全部情報、デジタル化されてますから、情報、デジタル化されてる情報をハッキング、その他で取るんですが、どうやら今回は、その文書にアクセスできるアメリカの高官が持っていて100ページぐらいの紙の文書を、 撮影させてその撮影させたデータが流出してでもその最初に流出したところの紙には折りたたんだ跡があったみたいなっていう話があるくらいすげー古典的な方法だなそれもスパイが盗み出したというよりはどうやらアメリカでその情報にアクセスできる人間がこれ理由は分かんないんだけど何らかの形で出した誰かに見せたそれが流通して。 で流通したのいいいつ頃かかうとかなり早い段階で,で今回いつから大騒ぎになってるかというと今月の4月の確かね6日ぐらいにアメリカのニューヨーク・タイムズというところが第一歩で伝えて、はい、ほいで「えー、本当か?」みたいな話になったんだけどアメリカの,その当局者がですね 本当とも言わない嘘とも言言わわなないい嘘とと、えー、ところが、まあ、ウクライナ辺りからはですねいやどうも本物だけれども本物なんだけれどもここに書いてある情報は古いよとこの情報に基づいてあの立ててた作戦に関してはもう変更したからみたいなこと事実上それが本物だと認める形になってだけど出ている文書がちょっとずつどうやら改ざんされてんじゃねえのとかっていう話もあるんだけども。 それもよくわからないですよ。だけど、もうみんな本当だと認めわけにいかないから。その例えば、まあ、韓国あたりでは。はい。 どうも韓国あたりでアメリカは武器の供与をアメリカに韓国にしてほしいんだけど韓国としてはちょっと日本と,日本とはまあ憲法上の枠組みは違うんだけどやっぱり国内世論って左派が非常に強いみたいなところの国お国柄もあってですねいや殺傷能力のある武器をやっぱりウクライナに輸出することはどうだみたいな議論があっていやアメリカは出せって言ってんだけどなみたいなことを政権内部でやり取りしてる情報が。 アメリカに続けになってると、えー、つまり同盟国である韓国でアメリカはスパイ活動していたんだということまでバレちゃってるという情報が今回出てたりなんかするとさまあ,あの関係当局はちょっと待ってよと誰が流出させたんだよというところがはっきり特定されるまでは怖くても情報共有なんかできない どうぞいやそれに関してそのワシントン・ポストが昨日あたりから報じ出したんですけどあの中の人があ、まあ、名前、仮名で出てるんですけれどもなんか若者たちに世界の真実を理解させることが目的みたいなことをね <laughs> 言っているというのがだからもしかすると情報を言ってることはむちゃくちゃなんだけど、はい、要するに情報を手にした人間が、まあ、自己検事とも言わないけれどさ、えー、それに近いような心理状態の中で。えーえー 見せたやつが若い人の間で若い人なのかどうなのか知りませんが最初に流出したところの,の SNS はどうやら若い人が共有してるというようなところなんで本当に若いやつに見せたら写真撮らせたらそれがネット上でジュあの大騒ぎになってだからそこまで,で広がるとは思っていなかった可能性もあるんだけれどもそうなると。 あの犯人というか流出した人間が特定されりゃそこの部分だけ抑えりゃいいわけなのでただそれがあの確定するまでは怖くて情報共有ができないんでそうすると今回ウクライナがこれから作戦立てるときに。 いやアメリカの情報元もとに何か作戦立てましたこんなんで行きますよってアメリカに持ってったらそれがロシアに筒抜けになると恐ろしいからただ何がやっぱり今大問題かというと今後その辺りがはっきりするまで今まで機能していたスパイ組織だとか情報のやり取りみたいなものがあの国を越えての情報が全部止まっちゃうっていうようんんなことになるとウクライナのやっぱり戦争遂行能力が、はい。 一時的にに極端に落ちる可能性が出てきて最初に情報を流した人間はそこまで考えていなかった可能性はあるんだけれどもニュースとしては、うんえー、日本でのニュースはそんなに大きな扱いにまだなってないけれどもこれはもう超ド級中華ですね偉いニュースですよこれは、うんはい。ということは。 えー、指摘しておきたいと思います。動機だけ見ると、なんかかつて10年ぐらい前ですかね、エドワードスノーデンという人が。え機密情報を漏らした。今、なんかロシア国籍取っっ。ロシっね、はい、ね、そういう話です、ね。ロシア、それ、スノーデンに関して、私ね、しょうもない記憶があるんだな。 私の悪口を書いた「週刊運送祖文春」の当時フリーの記者が私のところに来て「<laughs> た <laughs> 僕は本当はこんな記事書いてたくないんですスノーデンみたいな仕事がしたいんです」って <laughs>、えー「酒飲みながら言ってたくせにこの野郎」みたいな <laughs> <laughs> そういうお話でしたか今日最後のズームオンでした ズモミュージックリクエストをお送りしたのは八王子市奈落さん新宿区矢車草さんお二方からのリクエストです。川黒猫の単ということで。<laughs> はい えー、イタリアの童謡子供の子歌らしいですね作曲者はあちゃんともう分かっている曲ですね。うん、で訳詞になってますからもともとイタリア語の<ー>詞を日本語に翻訳したんだと思いますが、えーえー、1969年10月に発売されるや否や大した宣伝もせずに日本放送「オールナイト日本で紹介して火がついたそうです。オールナイト日本すごいすごいすごい びっくりはいということでおいいでした。まあ2023年に「黒猫の単語をフルコーラスかけた放送局はここぐらいしかなかろうと。<laughs> <laughs> <laughs> なんか逆に新鮮でしたね。そう言われてみりゃそうですね。うん、さて、えー、<laughs> はいはい、えー、いろいろ紹介がございます。そうなんです。はい、まずは辛坊さんが書いた風のことは風に問えオーディオブックのお知らせです。うん、現在アマゾンオーディブルとオートバンクオーディオブックドット JP で配信中です。読み手は我が日本放送の S イーダ高次アナウンサーでございます。<ー>で5カ月間にわたるね太平洋単独無気象横断の興奮をオーディオブックで耳でね、うん、お楽しみ。 お楽しみください。詳しい情報は番組のツイッターに貼ってあります。リンクからご確認ください。そして、お聞きのニッポン放送この後5時30分からはニッポン放送ショーアップナイター東京ドームから巨人対阪神戦解説宮本和智さん実況を大泉健太アナウンサーでお送りします。おい で一晩寝て明日の朝6時間は,はい飯田浩事の OK 工事アップコメンテーターは元統合幕僚長、まあ、自衛隊制服組のトップであります川野勝俊さんをお迎えしまして、まあ、この陸自の、ね、ヘリの話であるとかあるいは昨日今日今日ですね、えー、北朝鮮のミサイルの話であるとか、えー、取り上げてまいります。そして 6月25日、えー、OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム、えー、5000人キャパの東京国際フォーラムホール A で、えー、行うと、えー、チケット、本当に売るほどございまして、ね、ぜひお越しいただければと、えー、共同東京電話受付番号は0570-089922、えー、ここから音声ガイダンスに従って2を プッシュしていただけると、二 <laughs> な,なんです。二なんです。二な,な,なんで二なの？二なんです。え一、ー、はあのあなたとハッピーのイベントが前っにあるんです。<laughs> ええー。一はそっちで。ただ二ですから。二 <laughs>。そうなん両方買っていただいてもいいんですよ。<laughs> ええー、もちろん、ね、足を運んでください。よろしくお願いします。詳しいことは番組のホームページ、<laughs> ーージツイッターなどに書いてありますんで、何卒何どよろしくお願いします。い,いたします。でその後八時からは私も出ます。シンプルで一之,之助さん、あなたとハッピーメッセージテーマ先取りですよ。あなたとラジオ パークでお送りしますで来週4月17日月曜日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うかノアンんと午後7時までお届けいたしますぬわーんとえらい労働許可だなそれ <laughs> ゲストは日本経済新聞社中国総局長の桃井優里さん<ー>そしてジャーナリストの岩田明子さん<ー>、ね、初めてですねしぼさんあそうですねはい、はい、最近結構話題の方ですねはい、はい、この方、はい 中国総局長の桃井さんもこの人しゃべりが面白い人でしね、はい、<laughs> 中国からだからもうあのできるだけいらんこと言わせてほほ、ね <laughs> まあ、ほらららほらほら辛抱次郎ズームそこまでいうかここまでのお相手は辛抱次郎と <laughs> 飯田浩二でした。来週は必ず聞いてちょうだい